夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。ベテランの力が必要だと、今若くて、そういう話がもらえまして、いろいろ考えましたけど、エスパルスさんの力になれればなと少しでも、はい、思って来ました、はい。そうですね、長崎のホームの時とかはやっぱりしっかりボールつなげて、ゴールまで、持っていける力があると思ったんで、攻撃に関してやっぱりすごい魅力的な、楽しいサッカーするなっていうのはありました、はい。トータル的にはちゃんとできると思うんで、あとはもうチームのマネージメントとかゲームの流れとか、そういうところはやっぱりだんだん年を重ねるうちにね、そういう戦術理解っていうのはだいぶ深まってきてると思うんで、そういうのを出していければいいかなって思ってます。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月11日ビファーレン長崎。サッカー王国ですから、また J リーグは僕が小学校6年生ぐらいですから見てますから、すごい歴史あるクラブですし、サポーターの方とかもねすごい熱いし、僕試合でした時とかブーイング相手チームで受けたこともありますし、いろんな意味ですごい熱いと思うんで、そのね熱さを少しでも感じて、僕もその気持ちを、サポーターたちの気持ちを還元できればプレーでいいかなと思ってます。植草勇樹です。目的の J1 昇格に向けて、少しでも力になれればいいと思っています。全力で戦っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。夢に向かって頑張るあなたへ、さまざまなシーンであなたの夢を応援します。清水ピアカードローン、詳しくはウェブで清水銀行。清水エスパルス、闘志なきところに勝利はない。己の全てをかけて、さあ這い上がる時が来た。8月11日ビファーレン長崎。